はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校1年生の参考書の方程式の計算特訓丸2をお送りします。で、今回もね、方程式の計算特訓というページの大問2の方の6問ですね、を解説やっていきます。じゃあ早速ね、1番からいきましょう。で、こっちは全部比例式ですね、でやっていきます。でも、比例式は、もう一番大事なのは、中、中、外、外。まあ、もしくは、外、外、中、中でも構わないんですが、それを覚えてるかどうか。で、こういう感じで、x 対5イコール8対2って、まあ、こういうの比例式って言うんですけど、これを、中と中、ここね、と、外と外、これを掛け算するだけです。で、どっちを先にやるかっていうのは、基本的に文字がくっついてる方を先にやるといいので、まあ、今回、外、外、先に書きますけど、掛け算するから 2x イコール中と中掛け算するから 40 ってこういう風に形が変わります。で、こうなっちゃえば両辺2で割ればいいので x イコール20でこれで終了となります。まあ、全部こんな感じね。だから次は x が中に入ってるので、まあ中中を先に書いて 7x イコール外外でサザンガクと、で両辺7で割ると、で今回これ割り切れないんだよね。で割り切れないときはちゃんとね、ちゃんと覚えるんだったらこれ7で割ってるので、9割る7、これをこういうふうに分数に変えることができるから7分の9で約分できないんで、これで終了と。で、まあ、ずる賢いって言ったら言い方がちょっと悪くなりますけど、まあ、自分が今でもよく使うのは、あ、割り切れないなって思ったら、文字にくっついている数字の方が分母に来ます。だから7が下に来るっていう。っていうのは覚えておくと楽です。プチ情報としてね。で、次にはこういう感じで、カッコとか入ってきてるけど、もう関係ないです。なかなか外外で解くことができます。で、今回、文字がここにあるんで、外外先に書き換えていきたいんですけど、これね、このまま攻めていってももちろん解けます。解くことができるんですけど、12×ホニャララとか、16×ホニャララってちょっと数がでかくなりそうで、ちょっと嫌な感じがするんだよね。そういった時に、例えば、右側、16対12ってあるじゃないですか。これ、簡単にすることができますよね。ここは。で、簡単にするって何かっていうと、割るんです。同じ数で。で、今回、16対12、これ4で割ることができるので、ここを、4対3って、直してからやると、すごく楽になります。で、こういうことができるんだと、一応覚えておいてください。そのままやってもいいんだよ。構わないんですけど。で、外と外掛け算すると、ちゃんと書くんだったら、こうなります。3と x マイナス5を掛けるんで、こうなる。で、イコール、中中で資産12と。で、これ3配ると、3x マイナス15イコール12と。で、マイナス15、右辺に持ってくれば、プラスに変わるので、27になります。で、両辺、3で割れば、9と。まあ、こんな感じで解いていきましょう。で、次は、文字がね、両方に入っちゃってるんで、これはどっちから言ってもいいんですけど、どうしようかな。外、外で行こうか。これどっちでも構わないです。じゃあ、外から行くと、まあ、ちょっと回答に合わせるか。外から行けば、2×x+5。これ、外、外ね。で、イコール、x と3かければ 3x と。で、2を配ります。プラス10。で、3x、こっちに持ってくると、マイナス 3x。で、2x とくっつけると、マイナス x ですね。で、プラス10、右辺に持っていくと、マイナス10。で、前もありましたけど、あ、マイナス邪魔だなって思ったら、両方の符号一緒に変えれば、ね、それ OK なので、x イコール、こっちも変えると、10で、これで OK と。で、次、分数入っててね、ちょっとめんどくさいんですが、まあ、同じようにやっていきましょう。で、まず、外、外からいきますかね。で、2分の5。x+7。で、中、中やると、6x と。
で、このまんま展開していってもいいんですけど、ちょっと分数がね、やっぱめんどくさく感じるので、両辺2でかけてしまいます。2でね。そうすると、2でかけると、ここ約分で消えます。こういう感じです。かけると。で、もちろんこっちにもかけなきゃいけないけどね。だから、5を配る。っていう風に変わるので、5x プラス35。で、こっちが 12x ですね。これギリギリかな？じゃあ右行こうか。で、12x こっちに持ってくると、くっついてマイナス 7x。35右辺に持ってくると、符号変わってマイナス35。で、両辺ね、マイナス7で割れば OK なので、x イコール5と、こうなります。で、ラストですね。まあ、これはどっちから答えに合わせますかね。じゃあ、外からいきますか。これ、どっちでもいいからね。なかなかで始めても同じ答えになりますんで。じゃあ、外でいくと、5カッコ x マイナス2イコール3カッコ x プラス1と。で、まあ、配っちゃいましょう。5x マイナス10。3配ると 3x プラス3と。で、3x こっちに持ってくるとマイナス 3x くっつけると 2x で、マイナス10右辺に持ってくるとプラス10になるんで、くっつけると13になります。で、これ割り切れないと、まあ2分のなので、まあ、小数にしても構わないんですが、わざわざする必要もないので、 x イコール文字にくっついてる方が下ね、覚え方としては。だから2分の13、これで終了となります。なので、最初に言ったように比例式、もう大事なことは中中外外です。まあ外外中中でも構わないんですが、そこを掛け算するっていう、で、こうやって解けるね、形に変わるので、あとは今まで計算してきたような技を使ってぜひ解いてみてください。では今回は中学校1年生の参考書の方程式の計算特訓2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、またね、違うページの方も撮っておりますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。